生活が苦しく大変じゃないか。正直苦しいです。明日が見えないこの状況は辛い以外きつい以外何もないですね。本日はプロレスリング01新体制に伴います記者会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいま皆様にはこれまでの01VTR をご覧いただきました。では続けてこちらの VTR をご覧ください。どうしていいか分からない気持ちだと思いますけど、まあこの大谷新庄に限っては、ゼロワンに限っては、なんだって今までこんな、壁にぶち当たってきたし、追い込んできたし、立ち上がっておりますよ、絶対にありがない、やります。やっぱこう、ファンの人たちがあってのプロレスラーだと思ってるんで、やっぱそういう人たちが、このコロナでいなくなってないことを僕は願いたいです。落ちたのも上がるから思わないですよ。この団体ゼロワンはそれができる団体ですよ。それではお待たせいたしました。新会社となります大光ゼロワン主要メンバーの入場です。選手会長を務めます田中雅人、助っ人外国人選手ハートリー・ジャクソン、超花火プロレスエクスプロージョンプリンセス工藤めぐみ、同じく超花火プロレスよりアジャーコング、同じく超花火プロレス爆上松本ひろよ、株式会社大光ゼロワン取締役大谷慎二郎、株式会社大光ゼロワン監査役中巻昌司、株式会社大光ゼロワン代表取締役プロレスリングゼロワン新社長高層仁、株式会社大光ゼロワン取締役株式会社大光ホールディングスグループ取締役伊藤昭夫、
株式会社大光ゼロワン取締役、株式会社 SNC 代表取締役加藤洋。株式会社大光ゼロワン代表取締役会長、株式会社大光ホールディングスグループ代表取締役会長神永博史。そしてプロレスリングゼロワンレスラーズの入場です。私黒沢まさみでございます。どうぞ皆様最後までお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。それでは本日の会見に先立ちまして、大谷慎二郎より皆様へご挨拶を申し上げます。皆様本日は本当にお忙しい中、ゼロワンの新しい出発会見お越しくださいまして誠にありがとうございます。そしていつも我々を温かく迎えてくださる靖国神社様、本当にいつもありがとうございます。そして今日7月11日は橋本さんの命日です。そんな橋本さんが2001年旗揚げしたゼロワン、来年で20年です。この20年の間にいくつものピンチ、逆境たくさんありました。でもその逆境が訪れるたびに、負けてたまるか、一緒に頑張ろう、そう言ってくれる仲間、そしてゼロワン頑張れ、ゼロワンはなくしちゃいけない、そう言ってくださる、熱い劇を飛ばしてくださる全国のお客様、そんな方たちがおられることで今ゼロワンは存在している、僕はそう思っています。何があっても諦めない、何度倒されても何度でも立ち上がる、そうきたからこそ今大光ホールディングスグループ神永会長に出会うことができたと僕は心から思っております。僕たちに頑張るチャンスを与えてくださった、僕たちにまた立ち上がる勇気を与えてくださった神永会長に心から感謝いたします。そしてこの20年ゼロワンに携わってくださったたくさんの皆様、そして今日も何名か来場してくださってますが、ゼロワンをずっと応援してくださっているお客様、そんな皆様への感謝の気持ちを忘れず、我々選手一同一生懸命頑張っていきたいと思います。僕はプロレスの力を信じています。大変な世の中だからこそ立ち上がろうとしている方がたくさんおられるからこそ、今こそプロレスの力が必要だと僕は信じています。だからこそこれからも一生懸命プロレスをしていきたいと思います。今プロレスは新しいジャンルに変わっていくときだと僕は思っております。そんな中でも今までの熱く素晴らしい大切なものを守りながら、新しい素晴らしいものの中にも熱いものがたくさんあると僕は信じています。なのでこの大光ゼロワンで新しいプロレスにも一生懸命全力で挑戦していきたいと思います。なので皆様今後とも
大久保ゼロワン、そしてプロレスをよろしくお願いいたします。プロレスは頑張ります。ありがとうございます。続きまして、株式会社大豪ホールディングスグループ代表取締役会長でございます神永博氏よりご挨拶をさせていただきます。すいません、座ったままで失礼します。ただいまご紹介いただきました大豪ホールディングスグループ神永でございます。どうぞよろしくお願いします。本日はお忙しい中、また足元の悪い中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。どうもありがとうございます。我々は大豪ホールディングスグループと、今回、今日発表させていただく大豪ゼロワンとの、慣れ初めを、お話をさせていただいて、なぜ我々がゼロワンと手を組むことになったのかということをちょっとお話をさせていただいて、本日のご挨拶にさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。私今年で、55歳になりますので、時代背景的にはですね、ゴールデンタイムに、8時で全員集合ですとか、プロレスなんていうのがですね、民放のテレビのブラウン管を通して見てたような時代に育ちました。残念ながらプロレスをですね、現場に見に行ったことというのは今まではちょっともないんですけれども、いつしか見に行きたいなというような思いはあったような子供の記憶を覚えております。私の人生の中でプロレスが近い存在になったのはですね、15年ほど前でしょうか。インターネット、うちのビジネスでインターネット放送がですね、ちょうど始まりだした頃で、私もそこへ便乗してビジネスの一つとしてインターネット放送を始めた頃があったんですね。その時に、コンテンツを制作しなければいけないので、そういった仕事上の事情がありまして、制作会社であるとか芸能プロダクションというものも同時に設立としました。その時にですね、実は皆さんご存知の方だと思うんですけれども、当時参議院議員でした。そしてプロレスラーをやっておられた大仁田敦さんという方が、我々のプロダクションに加盟していただくことになったんですね。その時はですね、私も大仁田さんが来たからプロレスよく見れるかなみたいなところでね、いろいろとそのポジティブな思いがあった記憶を思い出しますけれども、しかしながらそれが叶うようになって、実はそこから私プロレスが嫌いになっていったんです。プロレスが嫌いになったというよりか、大仁田敦さんというプロレスラーの大仁田敦さんが嫌いになってしまいまして、引き裂かれる形で実はプロレスまでもう見たくないし近づいてほしくないな、ここまでのメンタルに追いやられてしまいました。大仁田敦さんというのはプロレスラーでタレントで、国会議員ということでございましたし、我々はプロダクションということなんですけども、タレント業を主にやっていただこうということで、所属をしていただいたんですけれども、なんで嫌悪感を抱くようになったかということですね。ちょっと話をさせてください。実は十数年前に大仁田敦さんが元の奥さんと離婚裁判を抱えている時がありまして、で和解が成立するので慰謝料を払いたいと、で慰謝料を払いたいので5000万円を貸してくれないかということで、申し出があったんですね、大仁田さんから私のところへ。で私は、ビジネスとは関係ない話なので、そういったプライベートの件についてまして、その5000万円という大金をお貸しすることはちょっと難しいですねということでお断りを申し上げておりました。しかしながら、非常に必要な懇願、分かりやすく言うとしつこく貸してくれということで、それでもやはりこれで慰謝料を払って離婚が成立すれば新たなスタートなんですねみたいなところで、彼から担保の提供もしますしというような申し出があったものですから、私はそこで分かりましたということで、根負けする形で5000万円を彼に貸しました。正確には彼が持っていた法人に貸したんですけれども、その後彼は
その5000万円を返すことなく、そして担保の差し入れもなく、まあ 今までも1円玉1枚返済されたことはないような状況があったりですとか、まあ当時はですね、そうですね、そうです、そうです、森田さんがもういわゆるその国会議員、いわゆるその立法府としての役職と、あとタレント業をに専念したいので、プロレスラーは引退しないですというようなことをおっしゃってまして、ああそうですかと、まあ、それはご本人のご自由なんで、まあプロレスラーを引退されるということであれば、それはそれでいいことなんじゃないですかということで、まあ、賛成をしたところですね、まあ引退興行を出してほしいというような申し出をいただきました。まあプロダクションはうちの会社の子会社でしたし、私もそのプロダクションの役員をやっていましたので、まあ、もちろんその事業に関しての相談みたいなことは常に森田さんからいただいてはおりましたので、まあ、それについていいんじゃないですかということで、じゃあ引退興行やろうかというようなことが決まったんですね。で、決まった後に実は1000万円かかりますというようなことを、言われました。まあ、これが決まった後で、まあ、予算を言われたので、まあ、私としては、躊躇はしたんですけれども、まあ、結果、解散について賛成をしたという前提がありますので、まあ、これについては、事業資金という形で拠出をさせていただきました。まあ、これはこれで、事業としてはあれだとは思うんですけれども、まあ、その後チケットを売ったお金で、まあ、基本的に興行の経費は賄っていて、でその後に興行、彼が本当に引退するのかなと思ったら、まあすぐですね、もうちょっとどれぐらいの後だったかよく忘れちゃいましたけど、もういわゆるえっていうぐらい短い期間でまたプロレスを始めて興行に出るような始末であったんですね。で、私はもうこれの前回の5000万も含めて、彼ってのはどういう人間で何を考えてどういうふうに生きてるのかなって、非常にその当時不安感も不信感も覚えた記憶があります。それだったりとか、さらには私が当時アメリカの車を輸入販売しておりまして、でその中の一車種の一つにハマーというアメリカの車、昔だいぶ流行りましたけれども、ハマーという車を取り扱ってまして、でこれを要するに鬼田さんと話をして、じゃあハマーの広告塔になってくださいよと、我々の輸入するハマーが円滑に売れるように大仁田さんが乗っていただいて、広告塔になって我々の会社の看板を掲げてどんどん宣伝してくださいというような話で合意しまして、会社側からハマーの新車を1台彼に提供したんですね。で、提供して広告塔になっていただいて、あちこちで、まあ、もちろん媒体に出たりしますので、まあ、そういった形でハマーなんかを宣伝してもらおうと思ったんですが、その車もですね、一切宣伝されることなく即座に売却されるような事態も起きてしまいました。まあ、そのお金はまあもちろん我々の会社の方には戻ってきませんし、彼はそのまま着服をしてどうも使っていたようです。まあ、それですとか、まあ、挙句の果てにはですね、プロダクションを、まあ、我々プロダクションの方から月100万円以上の固定給という形で支払って、その他、いわゆるそのオファーがあった場合においては、出演料、その他のギャラについては、じゃあ分けましょうねという、まあ、俗に言うプロフィットシェア型でということで、約束はなされてたんですけれども、彼は出演をすることを一切我々に通告せずに、後から我々は媒体を通してそれを知るような、ことになってました。にもかかわらず、その仕事のギャラも全て自分が直接請求をして、会社の方には一切お金を入れないと。まあもう本当に話を出すとですね、ここから先あと30分、まあ、1時間大げさかもしれませんけれども、続いてしまうんで、まあ、ここら辺で終わらせていただきますけれども、まあ、そんなようなことをされながら、最後は一方的にプロダクションを離脱するような形で連絡が取れなくなりました。いうようなことを私は経験をしておりまして、そんなようなことから私は大仁田さんと、まあ、大仁田さんがとてもじゃないけどこの人の人格には、人格にはというよりこの人と付き合うことはできないし、まあ、嫌悪感を抱くようになって、ひいてはプロレスラーという大きな括りまで私にとっては嫌悪感を抱くようなことになったというようなことが実は過去にあったんですね。
まあ、そんなようなことで私は個人的に当時、まあ、十数年前の時点ではもうプロレスなんか見たくもないし、プロレスラーなんて、いやもう見たくもないし、近寄ってほしくもないし、プロレスラーって聞くだけでなんか嫌な思いをしてた記憶があります。まあ、そんなようなそんな困難を、まあ、月日を過ごしているうちに、まあ、彼が国会議員を辞めたんですね。まあ、選挙で受かる自信がないのか、もう国政は辞めようと思ったのか、まあ、よく分かりません、どう言っていいか。で当時、鬼田さんの秘書をされていた、まあ、今回、大工ゼロの関西区をお願いして快く快諾をいただいている中巻さんが、まあ、今日来ていただいているんですけど、国会議員の時の秘書をやられてました。まあ、もちろん秘書ですので、私が鬼田にされたことについては全て、承知をしておったんですね。で、その時点で中巻さんは、プロレスの世界に戻らずに、そのまま永田町の、まあ、秘書という形で他の国会議員の先生について政策秘書をされておりました。まあ、そう政策秘書をされている中で、まあ、私に幾度かご連絡を中巻さんの方からいただいたんですが、まあ、当初は私もとてもじゃないけどお話をしたくないということで電話をかかってきても無視をしていましたし、まあ、かかりたくない、かからないようにというようなことだったんですけれども、まあ、本当に幾度となく連絡がありまして、まあ、実は私がいろいろとお付き合いある国会議員の先生を通して一度会ってやってくれということで、まあ、初めて久しぶりに会ったんですが、まあ、その当時のことを本当にモニターに代わって謝罪するということで真摯にいろいろ謝罪をしていただきました。まあ、これをきっかけにですね、中巻氏とはお付き合いが再開していくんですけれども、まあ、そうは言ってもだからといって、以前のように、親密な形でのお付き合いはしておりませんでした。まあ、じゃあなんで今ここに第501という新会社が設立されて我々がここで、まあ、中巻さんも含めているのかということなんですけれども、まあ、皆さんそのプロレスの業界の方はよくご存知であろうかと思いますが、3月の1日に、以前 の, その運営会社の IFD さんという岩本社長さんですかね、方が3月から体制を変えて、ゼロワンを盛り上げてきますということで、マスコミ発表されたというふうに聞いております。まあ、その後コロナ禍に陥って、とてもじゃないこれ興行もできないし、どうしようもないし資金的に難しいということで4月の半ばに、岩本社長からもう無理だということでイブアップを宣告されたということで、中巻さんとゼロワンの方々が実は私のところへ救済を求めに、まあ、救済といっても我々も同じコロナの中で言いますので人を助けられるような状況ではないですね。なんですが、まあ、なんとかしてほしいということで相談に来ていただきました。で私当初は先ほどから申し上げた通りプロレスに関してはポジティブな印象が全然なかったものですから、まあ、これについては、まあ、なんとなくソフトランディングでお断り申し上げようかなというのが当初の私の考えでした。まあプロレスというのは、まあ、エンターテインメント性の高いスポーツだというふうに私理解しておりますが、もちろんその中で、まあ、お話をさせていただく中でですね、なんか慈善事業とか、まあ、いわゆるその興行ばっかりだと何かやってないんですかみたいなところ話を振ったところ、まあ、実はというところで、まあ、一面撲滅をもう10年以上やってますというようなことでちょっと私は興味が持ったんですね。まあ、興味を持ったといってもじゃあ一緒にやりましょうなんていう話には到底ならないんですけども、その時はで、興味を持ちちょっと気になるようになってきて、でまあそうは言ってもがむしゃらに断るわけにもいきませんし、じゃあ、他の選手にもあってお話を聞いてみましょうかというようなことを少しずつ重ねながら月日を過ごしました。まあ、月日を過ごしたといってもコロナの中での決断なのでそんなに余裕があるような状況ではなかったんですね。それでまあ選手の方数名とお会いさせていただいて、まあ、もしくはそのリングアナウンサーのそこに今いらっしゃいますけど沖田さん方々のゼロワンに対する気持ちっていうのが少しずつ私の中で理解ができるようになってきました。
これは子供の中にプロレスを知ってるか否かという問題ではなく、人としてゼロワンに対してどういったことを考えているのか、プロレスに対してどういう思いに接しているのか、まあ、今日は先ほど大谷選手の方からありましたけれども、橋本慎也さんの15回目の命日ということ で橋本さんのイデオロギーをどれだけ強く受け継いで、これを維持継続していくということの決断力といいますか、まあ、それを持っているか、まあ、これがねすごく私の中で話をさせていただくごとに非常に胸にしみるようになってきました。まあ、そんなようなことを経過しましてね、でそこからじゃ あの我々は先ほど申し上げた通り、コロナ禍で同じように苦しんでおりますので、ただ単純にゼロワンさんを我々がバックアップしますよというようなこともできませんし、まあ、事業の性質上プロレス団体を所有するなんていうことはちょっと私のところでは当時は考えられなかったんですが、何かできることがあるんじゃないかと、まあ、我々は IT 系を主に仕事として、まあ、投資を含めてやっておりますけれども、まあ、IT とプロレス、いわゆるそのアナログのコンテンツとデジタルのインフラ、どういう形で融合させたらこのコロナに勝てるのか、アフターコロナに対応できるのか、こんなようなことをですね、数ヶ月みっちりと打ち合わせをさせていただいて、しっかりとした形で今回手を組むということができたということですね。すなわち私が何が言いたいかというと、それだけ、まあ、大仁田さんがきっかけだったとしても、まあ、嫌いになったプロレスをこのゼロワンの選手たちはそれを覆すだけの前向きな考え方と力エネルギーを持っているんだな。私の考えはどんな立派な企画書よりも本人のやる気、夢を持った心みたいなところが大好きで、まあ、こういったところを非常に共感をして心を動かされ、かつそれでビジネスモデルというものが出来上がったので、今日この場を迎えさせていただくようになりました。まあ、どんなビジネスかということについては後ほど弊社の伊藤の方からご説明を申し上げますが、まあ、以上なことをもちまして、私は一度嫌いになったプロレスをまたゼロワンのメンバーとともに、もう一度子どもの頃に、見ていたプロレスのように見てみたいな、それで一緒にビジネスをしていけたらいいなというようなことで決断をさせていただいたということが背景でございます。まあ、慣れ初めをこんな形でちょっと長くなって大変恐縮ですが、この慣れ初めをご挨拶にさせていただいて、どうぞ今後ともゼロワン含め、我々と、皆様が、まあ皆様に、ひいきにしていただけるような団体として成長していきたいと思いますので、どうぞ今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、株式会社大光ゼロワン関西区でございます中牧翔司よりご挨拶をさせていただきます。中牧です。すみません、ちょっと追加が減られて、それおととい退院したばかりなので、ちょっと調子があれなんですけど、声もちょっとあれですけど、まあ、ちょっとお時間ください。実はこの度関西部になりました。それよりもなぜ私が上永さんと、上永会長とゼロワンをつないだかというと、私が、国会議員の秘書を定年退職して、まあぼちぼちプロレスの団体の方に足を運ぶようになりまして、そこでゼロワン大好きな田中選手がいるゼロワンに携わることがあったんですね。それで、去年の暮れぐらいに、そういう高層社長にからちょっとゼロワンが苦しいぞという話を聞きまして、これは何とかしなきゃいけないなということを思いまして、実は田中選手も大好きな選手ですけど、とにかく1997年に私が新日本プロレスに長野選手と戦う時上がったんですけど、その時の新日本プロレスっていうのは皆さんご存知のように今のような新日本プロレスじゃなくて、かなり空気が重たい会社で、特に今テレビで夫婦で出てる2
二人の親戚とかね、いろんな人がいたんで、かなりプレッシャーがあったんですけど、その時に大谷選手はすごく快く迎え入れてくれてね、タジリが今ああやってなったのは大谷選手のおかげだと思いますよ。あの試合で大谷選手がああいう試合をしなかったら、今の今日のタジリはなかったと思います。その時から大谷選手はいい方だし、いい選手だなと思って私も感じていました。そこで高祖社長から、社長ですね、社長から相談を受けて、これは何とかしなきゃいけないと。それでまず12月にですね、話は一度金谷会長に話したんですね、高祖社長と。まあ、そしたらですね、実は沖田さんからですね、実はもう新しいオーナーが決まったんだと。ということで一回この話は流れたんです。ところがですね、まあ、1、2ヶ月も経たないうちにどうも雲行きが怪しくなったということで、また私のところに話が来まして、で私も考えたんですけど、やっぱし私も国会議員の秘書をずっと長くやってましたけど、いろんな会社見てきましたけど、経営者じゃなきゃダメだと思うんですよね。プロレスの会社をやるにしても、とにかく本物の経営者じゃなかったら長い目で見て会社っていうのは絶対やっていけませんよ。これは私が今まで20年間秘書やって経験したことですね。ですから、もう神山さんしかいない、もうしつこいようで、神山さんお願いします、お願いしますと、今ここにいる高祖社長と沖田投資までやると3人で行きましてね。それで、まあ、神谷さんがやっと席についてくれて、やはり大谷選手とか田中選手とかの姿勢を見れば神谷さんも分かってくれると思ったんですけど、実際その通りでしたね。やっぱりこの2人のトップの選手がものすごい姿勢が良かった、そして神谷会長が大事にしているそのボランティアの精神とか、まさに一緒になったということで、私は大変今日本当に私が一番嬉しく思っています。これから絶対この会社はもっともっと良くなってきますしね、若い選手もたくさん増えて、いい戦いをしてますので、皆さんどうか温かい目でゼロワンのことをよろしくお願いします。大工さんもよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは今後ゼロワンの目指す戦略について各セクションのご紹介も兼ねお話をさせていただきます。大光ゼロワン取締役であり、株式会社大光ホールディングスグループ取締役でございます伊藤昭雄よりご説明をさせていただきます。本日はご来場誠にありがとうございます。大光ゼロワン取締役であり、大光ホールディングスグループ取締役でございます伊藤昭雄です。それではまずこのアクションのご説明の前に、当社大光ホールディングスグループの事業内容からご説明いたします。私どもの今年のテーマはフィンテックイノベーションを掲げております。フィンテックとは情報技術と金融技術を組み合わせることを言います。イノベーションとは技術革新を示し、より良い社会の実現に向けて全力疾走をしております。この場をお借りして当社の実現する世界をご紹介します。このプラットフォームはプラットフォームの名前は OS と言います。何をするかと言いますと、スポーツ団体の支援とファンコミュニティの活性化というものを図っていきます。これだけですと全くタイトルから意味がわからないと思いますが、ご説明いたします。私の本業は IT でございます。IT を使ってですね、今プロレスの中で先ほどご紹介しましたように、熱い思いというのがそのプロレスの中にあります。どん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 そういった声をですね、デジタル化して世界中に届けていきたい、そういった思いを持っております。こちらデジタルエコノミクスを実現するためのスポーツブロックチェーンプラットフォームの構築ということになっておりますが、このデジタルエコノミクス、いわゆるインターネット上の経済だというふうに思ってください。私は大光ホールディングスグループの子会社でございます、ビットゲート株式会社暗号資産交換業の取締役でもあります。皆さんビットコインとかってご存知ですか？もしご存知の方いらっしゃったら手を。半分ぐらいはご存知なわけですね。いわゆるデジタルエコノミクスっていうのはビットコインのような支払い手段だというふうに思ってください。これから
このオスはブロックチェーン技術を用いてスポーツ業界全体を変えていこうというふうに考えています。また貢献しようというふうに思っています。どん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 スポーツ業界全体をオープン化してデジタルの波に乗せていこうというふうに考えています。プラットフォームオス、参加団体メリットということなんですが、このオスというのはプラットフォームだというふうに考えてください。フィンテックにより国や人種を超えたチームサポートの実現が可能になってきます。まあ、なかなかプロレスって言いますと、その体育館の中でやったりだとか駐車場でやったりだとか、そういったようなローカルな場所でやったりすると思うんですが、それを超えてですね、映像で配信していったりだとか、選手を直接応援できるようにしたりだとかですね、今までになかったスポーツというのをですね、当社は実現していくことで考えています。もちろん参加する側のファンのメリットもあるわけですね。団体としてのメリットではなくて、やっぱりファンがいての団体だというふうに思っています。まあ、今までなかったことですね。チーム、ファンの方がですね、直接選手を応援できるようになります。まあ、通常ですと、まあ、団体に例えばグッズとか買う場合には、団体にお金を支払ったら団体からこうグッズが配送されたりすると思いますが、当社はいわゆるデジタルエコノミクスを実現するというふうに言っているわけです。何ができるかというとですね、直接選手のもとに支払いができる、そういったような機能を使ってですね、直接選手に報酬を、好きな選手に対して応援できるというような環境を作っていく、そういったことに使命感を持っています。こちら、そのプラットフォームを用いてゼロワンベースプロジェクトというものを当社の中で立ち上げました。このゼロワンベースプロジェクト、何をするかといいますと、ゼロワンをファンと共に作る。ゼロワンが作るわけじゃないんです。ファンと一緒になって作っていくということがすごく大切なことだというふうに考えています。ファンコミュニティゼロワンベース、大光ホールディングスグループのプラットフォームオスは、スポーツチームとファンを一緒に作り上げるプラットフォームです。プラットフォームオスを利用した第1弾として、ゼロワンベースを構築し、非中央集権的なファン主導のデジタルエコノミクス、ファン主導っていうことはファンが作っていくんですね、経済圏を。大光ゼロワンはデジタル技術を取り入れることで世界中からファンの獲得を目指し、ファンに対してさまざまなプロモーションを開催することで全世界に向けてゼロワンのブランドの周知を狙います。イメージできますでしょうか。例えばなんですが、外国にいる選手のファンが選手に対して応援しようと思っても、なかなかね、銀行からその選手に対して支払うとかって、そういったことってできないかと思います。でもビットコインのような、ああいったデジタル暗号資産を使うことによって直接応援できるようになるわけですね。そういった環境を、まあ、当社グループ全体の力をですね、フルに活用してですね、このゼロワン盛り上げていきたいというふうに思っています。で、ゼロワンのベースのメリットなんですが、まあ、例えばなんですが、ベースメンバーだけに開催される投票権があったり、何かこうアンケートみたいなものですね、それをして例えばそのデジタル資産をこう支払って投票する、もちろんあの選挙権のようなものだというふうに思ってください。ゼロワンの行く方向性、そういったものもファンが決めることがこれからできるようになります。まあ、例えばその特別報酬、まあ、そういった方、投票をしていただいた方には、まあ、イベントへの無料チケットだとか、限定の配信のその動画だったりだとか、あとは選手との交流のイベントですね、そういったことも催していきたいというふうに考えています。選手とファンの距離を近づけるということを私はミッションだというふうに思っています。オンラインゼロワンベース、サイトでゼロワン所属のレスラーとファンが直接話ができるファンとのコミュニティ活性化の場です。まあ、例えば今 YouTuber なんていうか、ね、ものが流行っているかと思いますが、まあ、直接選手とインターネットを通して会話できるようなプラットフォーム、そういったものを現在開発しております。でこれからもっと面白いことができるというふうに思っておりまして、例えば対戦する選手のマッチメイクさえもファンが選んで良いと、ファン参加型のスポーツというのをですね、今後展開していきたいというふうに思っています。もちろん先ほど申し上げましたように、
レスラー、まあ、先ほどきついきつい苦しい苦しいっていうところからの今熱い思いを聞いていただいたかと思いますが、私もやっぱり話を聞いているとものすごく熱くなります。普段僕はデスクの上であのクーラーの効いた部屋であのプログラムだとかね、そういったことをしているんですが、レスラーの方っていうのは日々体を鍛えてですね、熱い思いを自分の中に溜めてらっしゃいます。そういったものをですね、私は外に出せるような環境っていうのを作って提供していこうというふうに思っています。ですからレスラーにとっても必ずメリットが発生します。まあ、例えばレスラー自身が自分のグッズをファンに直接販売する、そういったようなことができるようになります。もちろん先ほど申し上げましたように、ファンの方も夢の対戦カード、マッチメイク権利なんていうものもですね、やっていきたいというふうに思っています。多分世界初、日本一、日本初、どっちでしょうかね。いろいろな催しをこのデジタルエコノミクスの技術を使うことによってですね、実現していくことが可能になります。例えば先ほど申し上げましたように対戦カード作成イメージということなんですが、まあ、こういった形でですね、今開発しておりますので、世界にたった一つだけの戦いを演出してください。いろいろ選べるんですよ。対戦会場、解説、リングアナウンサー、レフリー、資格って書いてありますが、何でしょうかね、これ。面白そうですね。こういった形のサイトを開発しています。まもなくこれは公開されます。そうするとですね、ファンの方が直接レスラーとお話しする機会というのはなかなかないんだと思います。ただこれを使うとですね、レスラーの方と直接お話ができるようになります。今までなかったんじゃないでしょうか。長くなりましたが、私あのこういった IT 技術を駆使してですね、このゼロワンのためにやれることをやれる限りやっていきたいと思います。大谷選手にあの感化されました。皆様のさらなる協力どうかよろしくお願いいたします。続きまして、現在世界中に混乱を起こしているコロナ禍にプロレス流の一発を打ち込むような素晴らしい企画です。今年に入ってやはりこのプロレスリングゼロワンもこのコロナ禍においてですね、非常に厳しい、状況を迎えました。まあ、そんな中今回、大光ホールディングさんとの出会いによって、まあ、いろんな可能性を秘めた今後の、展開ができるようになりました。まあ、その中の一つ、として、このコロナ禍において、ゼロワンとしてはこれまで、15年ほど、いじめ撲滅のチャリティーの活動で社会貢献活動をずっとやってきたんですけど、このコロナで試合ができなかった期間どういう活動をしていたかというと、お助け隊という、企画を活動をずっとやってまして、ステイホームの中で、病院への送り迎えであったりとか、お弁当の配達であったりとか、そういった活動をずっと、やってまいりました。まあ、これも大谷選手や田中選手がずっと15年にわたりずっとこの社会貢献活動を続けてきた、まさにその奉仕の志を出させたものであって、まあ、そういった活動にずっと終始してまいりました。そしてそのお助け隊も今回、この新体制にあたって、全国に、展開の場所を広げて全国展開していきます。それによって今回、株式会社アクロディアさんというところからの、全面協力を得て、まさに今このコロナの、コロナ禍の中でコロナの抗体検査、それと、本来のゼロワンのチャリティープロレスを、一緒にコラボして、全国に、持っていくと、全国で展開していくというような活動をこれから始めていきます。でまあ、ゼロワンも、この間5日の日から、一応通常の興行を始めてるんですけども、やはりまだまだなかなかやっぱり、お客さんの数に集約があったりとかですね、そのいろいろ制限があってなかなか通常の状態を取り戻せないような状態であるんですけども、
今回は一応各、開催地いろんな全国回るべきの開催地で、まあ都大東の開催地では大体1000人ぐらいを、目安にですね、一応その行政と、タイアップして、抽選ではあるんですけども、その抗体検査を提供しながら、でプロレスの方は、無料で見ていただくというような活動をこれからやっていきます。でテーマはあくまでも大谷紳士郎はこれまでやってきたのに何度でも立ち上がれ、このテーマで、全国でこの活動を展開しています。で我々今までの活動の中で全国でいろんなところにサポーターズクラブといういろんな支部がございます。でその支部を中心にして、これから全国に、この輪をですね、全面に広げていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。でここで今回、この活動に非常にご理解いただいて全面協力いただいている株式会社アクロディアの篠原代表の方に、ちょっとご挨拶いただければと思います。よろしくお願いします。ここで東京証券取引所第二部市場上場株式会社アクロディア代表取締役社長篠原博司様にご挨拶をお願いいたします。今ご紹介いただきました篠原です。挨拶の前にこのような機会を与えていただきました大東ホールディングスの亀山会長ですね、それとゼロワンの皆様方に心より厚く御礼申し上げます。弊社は、IT の会社でございますけれども、今回先ほど出ました抗体検査に関しましては塩野義さんと、販売提供しまして塩野義さんの抗体検査キットをですね今扱わせていただいております。ただ弊社は先ほど申しましたように IT の会社でございまして、抗体検査を受けた方々に、登録させていただいて、このスマホにですね、スマホに登録させていただいたアプリを提供させていただいております。で今はこの数日ですかね、特に関東圏でもコロナがやはり、第2波が来るのではないかなと、あと、世界中に対してもなかなか収束に、向かっておりません。ただ、このようなゼロワンの皆様方の今後の催しがですね、このどう言って申しましょうか、一つの模範となってですね、コロナの収束に一日も早く世界が向かうように、私は記念して挨拶を終わらせていただきます。ありがとうございました。それでは続きまして、こちらをご覧ください。Hello everyone, I am Hartley Jackson. こんにちは、皆さん。ハートリー・ジャクソンです。I recently came back to Japan on March 1st. 私は先日3月1日に日本に帰ってきました。But for the last 2 years before that, I was with WWE at their Performance Center as a coach and producer for NXT. その前の2年間、WWE のパフォーマンスセンターであります NXT でコーチとプロデューサーをしておりました。WWE attracts the top performers from all over the world. WWE には世界中から優秀なプロレスラーが集まってきます。So it's considered in WWE that only the best of the best are selected to participate in the matches. その中から試合に出場し、そして頂きを見ることができるのは、そこからまた絞り込まれたほんのわずかな選ばれし人間なのです。Therefore, that is why they are called a superstar. ですから彼らはスーパースターと表現されます。However, the strong base of a professional wrestler is in fighting spirit and strong style. If you don't have these, you will not survive a match. しかし、プロレスリングは戦いがそのベースであり、ファイティングスピリッツ、そしてストロングスタイルのないものは、すぐに化けの皮が剥がれます。And in Japan, well, no, in Zero One, you can really find that heart, that spirit, and that strong style. 日本には、いや、このゼロワンには、ファイティングスピリッツの根源、ストロングスタイルがあります。Especially from Mr. Otani and Mr. Tatanka, who are considered some of the best wrestlers in the world, have that fighting spirit.And that definite strong style. Mr. Otani は
ジュニアヘビー級の名物選手であり、そしてミスター田中は常にベストコンディションで、その実力は世界レベルです。In essence to this, it's proven that the Zero Run professional wrestling ring is world class. また、ゼロワンのリングが世界に通用することはすでに証明されています。Everyone who has experienced Zero One's fighting spirit, Zero One's strong styles, wrestlers such as AJ Styles, Samoa Joe, CM Punk, Walter have gone on to achieve great success, not only in the WWE but worldwide.And there's also a camp system that Zero One put in place 10 years ago, and many of those wrestlers who came to participate spread themselves throughout the world. So as you can see, currently Zero One is worldwide. AJ Styles や Samoa Joe, CM Punk や Walter など、Zero One のスタイルを経験した人間は皆大成しています。そして10年前からスタートしたキャンパーズシステム、ゼロワンには世界中に支部があります。Once we get over this COVID-19 and go back to regular air transportation, I would love to see applicants apply and again see that camping system come back to Zero One and wrestlers from around the world come back to train at Zero One. このコロナが終焉し、再び飛行機が全世界で飛ぶようになってくれば、また世界中から入門希望者という金の卵がやってきます。My goal and my mission in Japan is to not only instill what I've learned worldwide, the WWE style, Jackson style, but also I want to mix those styles into the Japanese fighting spirit, because that's what I believe will make you number one. 日本にいながら WWE のコーチング、そしてその技術に大和魂を植え付けるのが僕の使命です。So as the coach, I want to start, you know, a new camp at the Zero One. I want to call this the Zero One Dojo Base Camp, where we can invite students from all over the world to come and wrestle, and we'll instill that WWE style, that fighting style, that strong spirit style. So when they do a WWE tryout, they're more than prepared, they're more than ready. 私はこのトレーニングをゼロワン道場ベースキャンプと名付けます。私の生徒、すなわちベーシストは WWE の試験を受けたときにすぐにパスできるようになります。そしてそのゼロワンでの経験があれば全世界どこへ行っても通用するようになります。ゼロワンの目標、as well as their vision for regional revitalization, is to offer an understandable product that anyone can enjoy. So a customer who hasn't seen a game before or a fightcan come and enjoy the Zero One experience. Because it's something very spectacular to see, and we want to make that easy and spectacular for everybody. ゼロワンの目立つ地方創生は、初めてプロレスを見るお客さんにも分かりやすくしなければいけない。だから彼らは素晴らしいのです。Thank you very much. ありがとうございます。本日はお忙しい中ご来場いただきましてありがとうございます。ゼロワンさんとタッグを組みまして、2月に、プラズマバカレスマッチをご紹介をしていただきました。その際に田中選手には、ゼロワンさんとのダブル所属、そして、こちらの赤座コンビ選手にはオズアカデミーとのダブル所属として、頑張っていただくことになりました。アジャ選手はその際にですね、地方創生ということを掲げて、さあこれからという時にですね、このコロナ禍になってしまいまして、足の状態という形になってしまいましたが、本日をもちまして、こちらまた新たに再開することを宣言させていただきます。そして本日は、皆様にご報告がございます。
この度は大根ホールディングスグループさんとエゼロワンさんとおめでとうございます。私も、2月にですね、バカをやりまして、そしてその時プラズムバカの後に、まあ、オーズアカデミーの所属選手ではあるんですけれども、まあ、これはもう私にとってこの先の生涯をかけていくに、値するものと思いますので、長絡みの、所属というダブル所属という、ことにさせていただきますという宣言をし、でその時にですね、まあ、オズと長絡みが重なるようなことがあれば面白い方に上がると言って、宣言させていただきまして、でこの会見を聞いた時にですね、正直悔しいっていう思いが上回り、私もいろいろ考えましてですね、まあどうしても長絡みというのは今までどうしてもあのゼロワンさんの別ブランドというか、まあゼロワンがやってる別物と思われるところが、あったとは思うんですけども、そこもまたきちんと、私が所属になったからにはしていこうと思いまして、私もいろいろ考えまして、考えた結果が、こちらでございます。はい、ということで私、本日をもちまして、長絡みプロレスの社長に就任いたしました。そして、社長に就任したからではですね、まあ、名前だけの社長というのはあのすごく嫌なので、きちんと長絡みを、なんならゼロワンを上回る形のブランドとして、でやっぱり私ゼロワンさん来年20周年と言ってますけど、私プロレス生活来年35周年なんですけれども、その35年間で私が地方創生という言葉をあの時に言ったのも、やっぱりアジャコンゴを育ててくれたのは地方なんです。地方がなければアジャコンゴというものはここまでになっていないので、その地方に回る一番のいい方法として、今なかなかプロレス団体が地方に回るって難しいことなんですけども、やっぱりこの長絡みというものを引っ下げて地方の、本当に日本全国津々浦々隅々、その県の方が知らないような村まで行って、アジャコンゴが来たぞと、長絡みを引っ下げてプラズマバカを引っ下げてきたぞと、でそのプラズマ爆破を引っ下げていいんです、プラズマ爆破は客寄せバンタでいいんです、でそこに他の試合もあったりするので、プロレスが我が町に我が村に来たぞという本来のプロレスあるべき姿を長絡みではどんどん作っていきたいと思いますので、そういった意味で、長絡みでは私社長に就任しますので、常にこれから話題を踏まえていきたいと思います。はい、そしてですね、私今このアジャ選手の心意気を聞きまして、私も闘志メラメラと湧いてきまして、こちらを考えてまいりました。どうぞ。はい、こちらですね、女子プロレスラー育成プロジェクトを、こちら掲げます。私もですね、大坊さんとゼロワンさんに勝つという話題を聞いてですね、今のアジャ選手の、心を聞きまして本当に刺激を受けています。ですが私は引退したのでリングに上がって試合をするということはできませんので、私の魂などをですね、今までやってきたものを引き継いで継承してくれるような女子プロレスラーを育て上げまして、来たる2021年3月21日14日ですね、ゼロワンさんの両国国技館大会でこちらの女子プロレスラーをデビューさせたいと思っております。そしてこちらもう一つ考えております。このデビュー戦の相手ですね、アジャ選手にぜひともですね、お願いしたいと思ってますが、いかがでしょうか。はい、工藤選手からのその大役を、工藤選手じゃないですね、工藤 EP からのその大役を仰せつかりましたから、これほど嬉しいことはないです。私今、先ほども言いましたけど、35年間プロレスをやってくる中でですね、まあ、工藤 EP と私、あの昭和61年に入った同期でありまして、全日本女子プロレスに入った同期でありまして、まあ、一番仲が良かった同期だったんですけども、いろんなお互い別の道を行く中で、またそれが再会できた場所が両国国技館という思い出の場所でしたし、工藤 EP とあのその当時私がチャンピオンで世界タイトルをかけてやれた場所もそこですし、まあ、思い出の両国国技館、そして何よりも私プロレスラーになって、こいつはやばいなと思った人間が2人おりまして、戦う相手としてはいろんなライバルがいるんですけども、気の強さでこいつとこいつには気の強さで勝てないなと思っているのは尾崎、一人が尾崎まで、そしてもう一人が工藤めぐみでございます。その工藤めぐみが作り上げる女子プロレスラーということで、やっぱりですね、まあここから今から募集してっていうと、まあ、半年ぐらいでデビューということで、まあ、どれだけのことができるかっていうのは正直なところ難しいところだと思いますけど、ただスピリットに関してはですね、
全部それを教え込まれるとちょっとやばいなと。だからなので絶対的にそのスピリットだけは、教え込んでおいてください。工藤めぐみ魂を、きっちり魂を入れ込んでおいてください。そうすると多分そこは、35年選手対1年選手であろうとも、きっちりした勝負が見せれると思います。そこは、私もプロレスラーとして絶対に負けたくない部分でもありますので、工藤めぐみに勝てなかった気の強さをそこの、若い子に気の強さでも勝っていきたいと思います。ということで、3月14日はぜひ楽しみにしてます。そして、私蝶花火の社長としてですね、まず蝶花火をやって、社長になりますよと言ってもやっていかなければ意味がないので、ただ今やっぱりこのコロナ禍でなかなか地方を回ることは難しいんですけれども、第1弾のですね、試合をですね、この間ですね、まあその時点では私社長就任は発表してなかったんですけども、蝶花火の所属として、勝手に決めてまいりまして、先日のですね、オズアカデミー の新宿大会で、オズアカデミーの選手からですね、ぜひ爆破をやりたいという話が、ね、軽い調子できたんですけども、爆破を分かってないバカから軽い調子できたんですけども、まあ、そこにおります幕上の松本選手に来たんですけど、松本選手も、チャンピオンではありますけども、所属とかそういうものではないので、決めかねているところで所属の私にどうですかと来たので、所属権限で決めますということで、8月28日のですね、オズアカデミーの横浜分隊、これが、横浜分隊が今年の8月で、亡くなってしまいますので、オズアカデミーとして横浜分隊最終防御になるんですけれども、そちらでですね、分隊ラストのですね、プラズマ爆破マッチを、プラズマの爆発マッチを開催することを、決めてまいりました。そして、その時点では、まあ、爆破やりますよと。で4対4でやりますよっていうことを決めて、あと詳細は後日ねっていうことだったんですけれども、社長になった私の権限としてですね、ぜひとも、そこにおります松本選手も同じ試合に出ますので、せっかくベルトを持っているので、ぜひこのベルトをかけてやっていただきたいと思うんですけど、工藤ゆっくりいいですか、幕上のベルトをかけていただきたい。もちろんです。もう今までですね、これでね、本人もベルトを持って力が溜まっていると思うので、ぜひ爆発させていただきたいと思うので、ぜひ松本選手もよろしいですか。お願いします。はい、じゃあぜひ、ただそのあれですよ、私同じチームにいるはいるんですけれども、やっぱり長花火の社長としてはですね、早いとこそのベルトを取り返さなきゃいけないっていう部分でもありますので、その気持ちも持って、私は、同じチームではありますけれども、やっぱり勝った人が多分、チャンピオンというルールは根本的には変わらないと思うので、私も当然同じチームでありますけど狙っていきますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。では私からも、はい、皆さんはじめまして、破壊する女、そして第7代幕上の松本ひろよです。今、安田さんと工藤さんが言ってくださったように、前回2月ベルトを、取りまして、そこからの初防衛戦が8月に決まって、まずはそこが嬉しく思います。その決まった試合がオズアカデミーという団体の年間の最大のビッグマッチの横浜分隊で防衛戦ができるということが本当に嬉しく思います。あと、そして阿田さんも先ほどから、まあ、以前から言っていらっしゃったように、地方創生ということで、私もやっぱり幕上として、そして一プロレスラーとして本当にたくさんの場所でプロレスのパワーを持っていって、そこで皆さんと一緒にこう盛り上がりたい、そしてみんなで元気になりたいっていう思ってますので、まずはその横浜分隊でこのベルトをしっかり防衛して、そちらにもしっかり自分も一緒に行きたいと思ってますので、まずはそこ防衛をしっかり果たしていきたいなと思っております。あと先ほど決まった工藤さんが育成プロジェクト、そしてそのやっぱり35年のすごい2人の力の捧げられる、伝えられる新人を育てるというプロジェクトがすごい驚きで、すごいことだと思うんですよ。これは今の時代の中でもこれだけの歴史を積んできた選手って今いないと思いますので、新しい選手がそこで生まれて、新しい女子プロレスラーが生まれて、この蝶花火から新しい女子プロレス、女子プロレスの輪が広がっていくんだなと思うと本当にワクワクします。なのでこれからの、蝶花火、そしてこの爆上をいろいろ期待してほしいなと思います。よろしくお願いします。
皆さんありがとうございました。それでは選手の皆様に一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。はい、僕は、まだデビューしたての新人でありますが、これからもっと練習を積んで、プロレス界の一番を目指していきたいと思っております。よろしくお願いします。ゼロワン新入団の馬場です。こういった場所で、いいニュースをお届けできて、このいい流れに乗って僕がゼロワンを明るい未来へ、導いていきたいと思います。よろしくお願いします。プロレスリングゼロワン北村翔輝です。ゼロワンが新しくスタートします。そして僕も今までのゼロワンの歴史に新しいものを作っていきます。そしてゼロワンは僕が守ります。皆さん応援よろしくお願いします。プロレスリングゼロワン岩崎さんです。これからもしっかりゼロワンの看板を背負って、自分がゼロワンを引っ張っていきたいと思いますので、皆様引き続き応援のほどよろしくお願いします。今日はありがとうございました。Please everyone support Zero One. I'm looking forward to the future. Meche Tanishimi. As world champion, I'll fight with all my power. I will do my best going into the future with Zero One. Gozaimasu. ゼロワンの菅原拓也です。プロレスの力を通じて皆さんに何か伝えるのが僕らプロレスラーの使命だと思うので、今まで以上に頑張ります。お願いします。ゼロワンの日野井です。いろんな選手がね、辞めたりとか、コロナとかで落ち込むことが多かったけども、仲間を信じて自分のやれることを、ね、頑張っていれば、必ずなんとかなるとポジティブに、ね、ずっとやってきました。そうしたらね、やっぱり大谷さんや田中さん、大きいさんのおかげで、ね、素晴らしい会社と手を組むことができました。本当に素晴らしい会社なんでね、その会社とゼロワン、これは目指すはね、日本一じゃないですよ、世界一目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。選手会長になりました、田中正です。今度ファンの方や、ご支援いただいている方たちに、すごく心配かけましたが、このような素晴らしい状態になり、ゼロワン、もう一度、業界のトップを目指して、頑張りたいと思います。やっぱそこを目指さないと、協力していただいた、僕らを生かしていただいた大坊さんには、僕ら後悔は、してほしくないので、僕らはそこに目指して頑張りたいと思います。あと、今までこうサポーターズクラブとして応援していただきましたが、それをですね、ゼロワンベースとして、これはファンクラブという形で、これからもご支援していただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。本日は、本当に長い時間、お付き合いいただきありがとうございました。皆様、会見前激しくなってた雨がすっかりとやみました。これからのゼロワンを、お天気の神様も、応援してくれていると、僕は思っております。また立ち上がる我々を天国の足元さんに見てもらいたいです。これからもゼロワン一生懸命頑張りますので、皆様ゼロワンとそしてプロレスをよろしくお願いいたします。最後は今リングの中心で頑張ってます日野雄二に321ゼロワンで締めてもらいたいと思います。よろしく。
ちょっと緊張しますね。はい。言いますか。まずは、そうですね。ゼロワンを作っていただいた店にいる橋本さんに感謝ですね。橋本さん、ありがとうございます。ゼロワン再スタート、世界一のゼロワンを目指して、みんな、行くぞー！